ご飯食べます。サブ、今日はエビチリです。いただきます。頑張らないになってる BGM が。いただきます。いっぱい言うな。頑張らない。行きます。あ、まだ言っちゃった。もう何回言ってもいいか。MV 見ました？うん、もう全く高評価恐怖症ではないですね。もっと高くてもいけるし、まあそこからもうほんまにバンジー飛ぶぐらいこうやって半身出してもいけます。余裕でした。でもジェットコースターは無理やん。みんなビビってた。めっちゃあのさ、通天閣のさ、なんかバンジー無理無理。フィンシー、あの浮遊感無理やから。あのあれやん、通天閣のさ、なんかなんていうんやっけ、滑り台やってさ、もう怖すぎて、もう浮遊感がめっちゃ怖かった。なんか高い、ただの高いところはいけるけど、の浮遊が無理やねん。なんかもう滑り台めっちゃ怖かったね。でもただの高いとこはいけるから、 MV のダンシングシーンは全然いけました。ほんまに、ジェットコースター無理。通天閣くんのてっぺんもいけます。え、一般の人入られへんの？嘘やん、そうなん？通天閣、シンシン人生で初めて行ったんよ。通天閣に見たことなくて。新世界とか行ったことないくだから初デビューしました。 MV で
なんかさ、営業時間じゃない時間に撮影したんよ。だからさ、なんか本場はこのなんかエレベーターとかなんか登っていくときになんかライトアップみたいなんねんけど、あのなんか電源みたいなついてなくて、めっちゃ真っ暗なエレベーターに、こう静かで真っ暗なエレベーターでこうやって上がって商店に行きました。早朝やった。館内の電気がついてなかった。いや、あの開店前やから誰一人いなかったです。営業時間外。終了。貸し切ってない、営業時間外に撮ってん。貸し切ってはない。貸し切りって言う？貸し切りか。それが貸し切りってこと？営業それって貸し切りって意味？大阪貸し切ってたんか、私たち。劇場の前でも撮りましたよ。ここは全然夕方、お昼、3時、2時、夕方前ぐらい、お昼過ぎぐらいに撮りました。普通に公演の日やったから分からへんけど、人はいました、いっぱい。あの何オーディエンスいっぱいいました。なんかピンクの軍団いるみたいな感じで曲も流れてましたよ。曲バレしてたと思うけど、そのまあそんな一瞬で覚えてないっていうのはあると思うけど、でも見てた人は普通に曲かかってたから、あこんな曲なんやって思ってたかもしれへん。でも大阪でほんまに MV 撮ったことなくて初めてやったから、振り付けにもちょっと通天閣を刻んでます。
でもさすがに流れてても歌詞とか聞き取れた人はおらんと思う。え、ちゃうちゃう、僕泣きめっちゃ関東で撮っ、え、なんか選抜だけ大阪で撮ったとかある？え、一緒やんな、全然東京でした。え、なんか人によってセンターだけ大阪で撮ったとか、え、分からへんけど、僕泣きはめっちゃ東京です。緊張でした。はい。真心はもう東京でしか撮ってない。僕泣き。懐かしいな、ほんまによう踊れたわ、あの曲。もうほんまにまずさ行くやんか、でなんか振り付け教えられるねんけど、もうほぼ初めての振り入れなわけよ。初めての振り入れで、まあ、全然覚えられへん覚えられへんくて、で、あの立ち位置を覚えるっていうこともやったことなかったけど、なんかその場になって、でなんかもうこっからここに動いてくださいみたいな感じで言われて、とりあえずやって完成見たらなんか人持ちやったみたいな。その時はもうなんか何してるかわからんくて、なんかとりあえず言われたとこに移動してた。よく見たら、あ、これ一文字作ってたんやみたいな、後から知った。 MV とか見て、多分ね、普通に言われたんやと思う。その先輩とかは多分理解してるから、あ、今一文字作ってますみたいな感じで思って、紳士はもうなんか理解力ゼロやったから、え、今何やろみたいな、なんかそりゃあんなぐちゃぐちゃの一文字になります。ちょっと潰れた NMB になりますね。それも愛嬌があるちょっとね、ちょっとぺしゃんこな、はい、文字が。え、全然知らんかった、知らんかったっていうか、そんなもう B 作ってるっていう余裕はない。もうとりあえず、あの、やばい、振り付けをやらなみたいな。振り付けはやっぱ難しくて、正直もうほんまに覚えたけど覚えてないみたいな。そう、とりあえず、あ、なんか分からんけどみんな移動してるから、あ、移動しとこうっていう、もうそんな感じくらいやったから。いや、もうほんまに、え、一睡もしてない、ほぼ全員ドラサロッキーな、みんな一睡もせず、まあ寝た人もいると思うけど、今ならわかんねん、寝た方ができることが。でもその時はわからんやん、だからもう寝ずにみんなでやって、懐かしいな。今やってもでも難しいと思う、あの振り付け今覚えてくださいみたいな言われても、空き時間もずっと踊ってたな多分。でさ、なんか振り入れあるあるやねんけど、なんか踊ってるやんか、ねえ、踊って踊ってめっちゃ踊ってたら、途中から
何もできなくなる時間があんねん。最初はまあ多分集中力とかがあるから結構頭に入ってきて、で心身まあそういうなんかその場で言われて覚えるのそんな苦手ではなくあったから、まあ、意外と早かったから、まあ、覚えて踊っていくねんけど、例えばじゃあ1番終わりましたってで2番ぐらいに突入したら今まで言ってた振り全部踊られへんかなんね急に。え次何やっけ、あ次何やっけってもう最初から最後まで一回も踊れなくなる時間が来んねん、多分集中力が切れた時。それにもう MV の直前に入って突入して、いやこれみんなあるんよ、そうただ集中力が切れてるだけだと思うねんけど、そうパッともう全てが抜けてしまう瞬間が来んねん。でそうそれにもうほんまに入ってん。だからその当日なんかみんなで振り合わせみたいなして、でそん時はもうほんまに完璧やってん、完璧やねんけど、その MV 撮りますってなった時にそれになって全然踊られへんかった。それまではえシンシンやばい一番踊れてるやんみたいな、まあ、一番はそうやけどめっちゃ踊れてるみたいな感じで言ってたけど、その本番になったら踊られへんかった、一番踊れてなかった。いやほんまに、いやほんまに弱いんかな、ほんまに弱かった。そう急にできひんくなってでも信じてほしいねんけど、その直前まではほんまに完璧やって寝ずにやった成果が直前まではねんけど、あの MV の時はまではもう持たへんかってんな一番あかんことしてるわ。ちょっとね寝たりするなんかそういうこともね大事だということをまあ結構年数経ってから気づきました。 2,3 年とか、いやほんまに今はもうすぐ寝るもん、一回寝ますって感じで、今やったら絶対寝るねんけど、その時は寝られへんかった。もう確認しできてないのに寝てる場合じゃないなんやみたいな感じで、睡眠の大切さを学びました。だからもうだからシンシンさなんかいつも寝てるみたいなよく言われるねんけど、違うねん、普段その活動をちゃんとするために寝てるねんそのためです。だからいつも寝てるみたいなとこはありますね。だから常に活動を意識してるアイドルの鏡なんですね。そう常に充電してプロ意識の塊、はい、休ませてるんです私は。はい、あえて寝ています。今日も寝ます。それではランキング読みます。13位なおちゃんありがとうございます。12位なほちゃんありがとうございます。11位りょうありがとうございます。10位しんありがとうございます。9位れのちゃんありがとうございます。8位のはらしんのすけのすけありがとうございます。7位まつんやありがとうございます。6位きのありがとうございます。5位ゆなちゃんありがとうございます。3位4位ふとちゅいありがとうございます。3位ぎょうすけありがとうございます。2位せいこありがとうございます。1位京都のえじ
ありがとうございました。またあの昼公演終わりに配信しますね。バイバーイ。